白と緑の古い塗装のザールラントの警察車両ハンブルクの新しい白と青の警察車両本校ではドイツ連邦共和国の警察について述べる。ドイツ連邦共和国はその名の通り連邦制をとっており、基本法に特に規定がない限り、権限は基本的にそれぞれの州に属している。警察についても基本法第70条第1項に基づき犯罪捜査及び防止は 州の警察組織の権限となる。しかし例外的に、基本法第87条に規定がある、刑事警察の中央官庁と、連邦国境警備官庁の二つのみ、連邦政府の法執行機関として設置されている。またこのほか一部の地域では、自治体警察も設置されている。また、連邦憲法擁護庁は、連邦政府の国内情報機関として、 公安警察の機能の一部を果たしているが、ナチスドイツ時代の反省から、法執行機関とは、明確に分離されている。上記の経緯により、地域の一般警察業務を一手に担うのが、州警察である。それぞれの州法によって規定されているため、組織の名称や機能は州によって異なるが、大胸かきのような部門が設置されている。ドイツ連邦共和国の建国前後、いくつかの都市、 自治体では独自の警察組織が設置された。1970年代に行われた警察組織の大規模な再編成の過程で、これらはおおむね州警察に統合されていった。しかし現在でもいくつかの自治体では、市公安局や市警察といった自治体警察が存続している。これらの警察組織の業務は、おおむね交通巡視や駐車監視、 違法なゴミ廃棄や落書きの監視などといった行政警察活動に限定され職員も非武装のことが多いが場合により刑事警察も所証してフランクフル都市警察のように拳銃を携行した要因を要する場合もある各級裁判所に付属する検事局は警察の捜査結果をまとめ犯罪の基礎を取り扱う 被逮捕者の虐待に関する報告が時折出てくるが、ドイツの警察は通常個人の人権を尊重する。ありがとうございます。